皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー二次試験スピード合格講座論文消費者問題2016、2020年過去問解説編講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんですね、えっ、ー、と今から過去問の方をさせていただくんですけど、ご用意していただきたい教材がございます。ええスクリーンの方に移します。はい、まずですね。 はいこちらよろしいでしょうかねはい、えー、消費生活アドバイザーの、えー、過去問解説集ですこれの消費者問題ですねよろしいでしょうかねで、えー、と番号の方も載っております、えー、コード番号が載っておりますいいですかねこちらの方ご用意してください、えー、こちらで大丈夫です過去問の方これも問題に載っておりますからはいそれから、えー、公式テキストの方を使います公式テキストの1ですね。 公式テキストの1の方を使ってやりたいと思います以上ですね以上の2つをご用意していただければと思いますはいよろしいでしょうかねでもう早速ですね始めていきたいと思いますえっ、ー、とまずこちらですね、はい、えっ、ー、と冊子の方ですね冊子の方、えー、こちらの冊子の方ですねはいえっ、ー、とちょっと待ってくださいね はいいいですね、こちらのはいこちらの方を開いていただいて全部で1、2、3、4、5、5つございますのでね、5つ、2020年から2016年までね、5つございますので、こちらの方をポイントの方で説明させていきたいというふうに思います。はい、よろしいでしょうかね、じゃあ皆さんご用意して、まず1枚めくっていただいてください、1枚めくっていただいてください、1枚ね、めくっていただいてください、2020の問題ですね、2020の問題が載っております。 はいよろしいでしょうかじゃあ私の方でちょっと見させていただきますね、はい、SDGs ですねサスティナブルねはい持続可能なということですねデベロプメント・ゴール持続可能な開発目標と今日的な消費者問題との関わりについて具体例を挙げてその課題と展望を論じなさいということになっておりますでこちらの方の問題を見ていきます で論文の方ですね、非常にコンパクトに書かなきゃいけませんコンパクトに600から800ということですね、えっと、短い方が逆に短あの難しいところがございますのでコンパクトに入れていただくということになります SDGs と今日的な消費者問題との関わりこちらの方を見ていくんですけど私の場合ですね、少しですね、この回答例とは違う形でアプローチしたいと思いますので皆さんと一緒に見ていきたいと思いますはい、じゃあ皆さんですね、テキストですねこちらの方を出してくださいテキストね テキストの八十一ページ、テキストの八十一ページを開いてください。テキストの八十一ページになります。よろしいでしょうかね。テキストの八十一ページに見ていただきますと、はいこちらね、はい s d g ズの、えー、と自動可能な目標のコラムがございます。えー、と時間の関係でですね、えー、と皆様にお伝えしたいことがたくさんございますので、えー、と私のおは 喋るスピードが速かったらですね、しも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 うも、ね、うううしも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 いもしもしもしもいもし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 で、しも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 ますしも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 しすしも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 しとしも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 のもし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  4 5 6行目目標が17ターゲットが169と下のです、ね、図表6の1のところを見ていただきますと全部で17の目標があります169のターゲットというのはです、ね、これ簡単に申しますと、えっと、具体的な目標です17が非常に分かりにくいので,、ね、でこの中で,です、ね、特に私たちが、ね、注目したいのは何かというとこれ12ですね下の四角の中の12の作る責任ですね。 はい、それから使う責任です、はい、こちらの方をしっかりと捉えていただくとでここから何が導き出せるのかということになります、はいえー、真ん中ですね、見ていただいていいですか、このコラムですよ、コラムの,の真ん中のところですね、真ん中です、はい、いいですかね、の下から2行、はい、特に消費者に直接関係するものとして目標12です。 はい、目標12が直接消費者との関係が出てくるということですね。でこちらの方はです、ね、じゃは問題文にあるようにいいですかレックの冊子の方の2ページの1行目の根治的な消費者問題目標12と何が関わってくるのか作る責任、使う責任とどこが関わってくるのかこれを見ます、はいえー、コラム89ページ公式コラム8、えーと 問題集89ページのコラムです89ページね公式テキスト公式テキストですね公式テキスト89ページのコラムを見てくださいコラムねはいいいですか公式テキスト89ページコラムそうするとコラムの最初に書いてあるのは何かと,と食品ロスの問題はい 食品ロスの問題となりますこれが SDGs の目標12の中の具体的な目標として挙がっていますしたがって問題のところで見ていただきますと SDGs とコニ的な消費者問題との関係でいきますと私の書き方としてはですねまず目標12の「作る責任使う責任」から具体的な消費者問題として、はい、食品ロスの問題を取り上げるという形で論文の方 を作っていきたいと思いますいいですかねこれがまあ具体的な SDGs12 と食品ロス今日的な消費者問題との関係というふうになるかと思いますよろしいでしょうかねはい。 でちなみに、ですねこちらのほう、えー、89ページのテキストの方を見ますとターゲット12.3というところで2030年のまでに何を書いてあるかというと簡単に言うと小売や消費者レベルにおけるる、ね、食料の廃棄を半減させるということになります,いいですか、ね、これがいわゆる、えー、具体的な目標として出てくるとですね12.3のところに書いてありますこれ、具体的には半減ですね、半減させるのが目標ということになります。 はい、よろしいでしょうかねじゃあですね少し見ていただきますと食品ロスの問題が出てきたということになります、はい、でその後、えー、具体例を挙げた後ですね、はいえー、と冊子2ページの2行目その問題と展望を論じなさいということですねじゃあ食品ロスの問題についてもう少しですね見ていくその課題ですね課題と、えー、展望ということになります、はい、よろしいでしょうか でこちらの方ですね見ていただくということになるんですがこちらもですね少しですね課題が載っておりますテキストの方にはに、い、テキスト88ページ88ページの、はい、右側「5の丸 #2」ですいいですか皆さんもテキスト画面に映しませんけどもテキストの方皆さん大丈夫ですか、はい、88-5-02として 食品ロスの課題が載っております。じゃあ、ちょっと少し見ていきましょうかね。はい、88ページの丸二課題ですね、はい。事例として、えー、事例の一つとして食品ロスについてというところですね、はい。これちょっと大事になります。88ページ、かっこ右側の丸二です。持続可能な消費、はい、エシカル消費、エシカルというのは倫理的なという意味です。倫理的な消費の事例の一つとして、 え最近食品ロスの削減が注目されているということですねこれは SDGs12 のところから導き出す消費者問題ですで食品ロスは食品の製造過程小売店での売,り、えーえー、売れ残りあと家庭での食べ残しなどで2017年のちょっとデータは古いですけど食品ロスについては612万トンうちはい 家庭分が284万トンとなっているということですねはいいいですかねそういう問題があります非常に食品ロスが多いということですねで、これがですねもう少し具体的に載っているのが89ページの図表6-4はい皆さん公式テキスト開いてますか89ページ図表6-4の方にえ移ってくださいはいそうするとですね真ん中に円グラフがありましてその 右側見てください。国民1人当たりの食品ロスが1日で約、ね、132g ということですね、これがお茶碗の1杯分だというふうに出ています、お茶碗一1杯分ってね、お茶碗1杯分というふうに出ておりますね、はい、でこの辺についても、いわゆる、はい、課題ですね、今日的な課題ですね。 あの食品ロスが多いということをですね先ほど申したように食品ロスのっのとの何万トンという言い方でも当然いいんですけれどもはいお茶碗何杯分の方がよりね具体性があるということになりますはいこちらの辺も個日的な食品ロスが多いところの課題ということになりますよろしいでしょうかねはいいいでしょうかはいで最近ですね問題になってきているものとしてはどういうことかというと はい、オリンピックありましたねオリンピックの開会式なんかでもスタッフ向けの弁当約4000食がですね廃棄された問題が、えー、取り上げられましたこれはオリンピック始まって最初の方でですね一番大きく取り上げられた問題の1つです。 はいというような形ですねやはり食品ロスに関しては非常にですね消費者問題として今ね昨今すごく注目されておりますのでまあ、その辺のですねいかに減らしていくのかというのが非常に課題になってくるということですねその課題今言ったようなところですね具体的に食品ロスが多いんだよということを論文で書いていただいてあと展望を論じなさいといますじゃあ今後どうしていったらいいのかということですけれども一つですねまあえー、と消費者 問題については立法的な解決というのがあると思います。これはですね、これから、えー、今日の残りの講義やなんかでもですね、お話しするんですけど、一番はやっぱり立法的な解決ですね。はい、はい、これが一番いいです。後で見ていきます。じゃあえっ、ー、とどこに出ているか。はい、公式テキスト88ページ。 ですね、同じく二のところですね、二の、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9行目、丸2の9行目です1、2、3、4、5、6、7、8、9行目、2019年5月にね、はい、いいですか、ね、食品ロス削減推進法が制定されております、でこれによって、ですねべ、はい、ての人が食品ロスに努めなきゃいけないとなります。政府、ね これが88ページ下から2行目それから89ページで都道府県市町村、まあ、地方公共団体と思っていただければ結構です政府地方公共団体で89ページ左側、はい、2行目また事業者ですねそれから消費者ですねというところですね全ての 方がですねこの食品ロスについて削減について努力していかなきゃいけないということですね、はい、まず立法的にそういうふうに決められていますそして最後ですねより具体性を持たせるためには食品ロスを減らすためには今後どういうことをやっていかなきゃいけないかという今後の展望なんですが、はい、テキスト89ページの、はい、よろしいですか、ね、右側 下から産業いいですか、えー、企業などから、えー、提供された食品を生活困窮世帯などへの、えー、最近はまコロナによってですねなかなか母子家庭とか、えー、お父様お母様の働くチャンスがですね奪われてしまって、えー、子どもの貧困の問題が出てきておりますね日本でもねじゃあそういうところやなんかにどうするかというとフードバンクの活用を後押しする狙いもあるということでこ 今後としてはフードバンクをです、ね、いかにセシステム化していくのかより、ね、活発にしていくのかというのを今後の展望として挙げていってもいいんではないのかなというふうに思っております。はい、というところで,です、ね、もう一回戻りますとレックの冊子の方ですねこちらの方ですよ。 こちらの昨年の問題です、ね、に関してはレックの方の回答例こちらの方も1つとしてです、ね、もういいんですけれども私の場合であれば、えー、SDGs の12から食品ロスの問題を取り上げてで食品ロスが数字で,です、ね、どれだけ多いんだというのを客観的に示してこれをまあ減らしていくという課題があると。 その方法として何があるのかというとこの試験で多いのは立法的な解決ですで立法的な解決法律を作ることによって解決とあとはもう少し、ね、具体的に言うとフードバンクをよりです、ね、充実させていく拡充させていくというのがよろしいのではないのかなというふうに思っておりますはいよろしいですかね以上ですね2020年度の問題について私なりのポイント解説というところをさせていただいたということになります あと、ですね、レックの冊子の方ですね、こちらの方なんですけれども、といいですかね、はい、今のところで関係してくることとして、少しですね、皆様もご、えー、と読んでおいていただければというのは、4ページのエスカル消費とは何かというところになるわけですね、エスカル消費ですね、はい。ということになります。その辺のところの言葉の意味なんかをしっかりと押さえておいていただければというふうに思います。はい でこれのですね具体例なんかが載っておりますね、88ページ、えー、公式テキスト88ページです、ねはい、の、えーっと、88ページの、こうですね,こうねは下の方ですね、88ページの右側の括弧5ですね、エスカル指数の、えー、持続可能なエスカル。 エスカル消費とはということで倫理的な消費ということで5つですね丸ポチがございますのでまあこの辺のところもですね少しですね試験的には抑えておくといいかと思いますエスカル消費とは何って言われたらまずはこれ倫理的消費ということになるわけですねそれが分かりやすく具体例として丸ポチが、えー テキストの方でございますのでテキストの丸ポチ5つねこちらの方を少しね押さえておいていただければというふうに思っておりますはいよろしいでしょうかはい